治軍に対抗するための戦力は整った。曹丕は計画をもう一段階先に進め、本格的にオロチ領への侵攻を開始。要衝の地山崎へと軍を進めた。山崎では諸葛亮に芝居という名だたる軍師が曹丕の軍勢を待ち構える。やば。一方、曹丕に従っていた奪旗も不穏な動きを見せていた。先生、諸葛亮と厄介なことに敵陣には古の二大軍師が。マジか。中達が諸葛亮と組むとは面白い。見せてもらおう。英知の極みというやつ。いや、絶対やばいやつよ。苦戦が予想される戦だという。楽しそうだ。父を思い出した。父はこういう戦を好む。もしかしたら化けて出るやもしれない。そうだ。はい、また遊び来てね。東卓、まさかの東卓なんだ。相手は東卓のもとに。うわ、東の部隊は敵を引きつけておけ。その隙に天王山を奪取。味方の被害が広がる前に止める。オロチ様に歯向かうカスどもを蹴散らすのじゃ。諸葛亮、芝居、お前らの力を見せてやれ。やはり天王山を狙ってきました。それなりの歓迎。やばい、弓平和か。貴様ほどの男がまだオロチに従っているとはな。おしゃべりしているのはないはず。ごめんね、そうした。そろそろ帰らなくて。
あ、やっと尻尾を出したか。あのメイもっと早く裏切ると思った。本陣に向かってくる。あ、そんなとこに。やはり騎兵を用意していた。落ち着いて対応しろ。超噴煙だ。よし、俺もやりますね。吐き気がするな。俺もやりますね。
お、見つけさえしちゃい。ギだけやってなかったからやる。再編集して動画出します。しかも、そういう格好をよくぞ果たしたな。父の登場で、ギガンの繊維のフォアに上がるとして。我が足はうまい。我が力、存分に味わうがいい。痛い目に遭いたいか。ここでお前を撃つ。俺が行こう。変わりなのだよ。しかも、世話になったな。たまたま一歩にいたら、ごめんね、裏切っちゃって。しかし、元から裏切る気だったな。俺ならもっと効果的なところで裏切るかな。俺の攻撃を待てるか。よくぞ父を守る。御天使を守り抜くため、この悪霊の止めるぜ。よっしゃ。双方たちの戦、よく見ておくれ。敵将、討ち取った。鮮やかなお手並み。せいぜいあがくがいい。敵将、討ち取った。これもやりますね。めっちゃ敵将だ。俺の攻撃合わせるか。ちょっと、そうめっちゃいいものっていいな。欲しいな。敵将、撃ち取った。さすがなる気が強く、ここはどこにもならない。敵将、撃ち取った。俺もやりますね。敵将だった。おそらく次が最後の戦いとなる。来た。
皆の者、気を引き締めよ。やったぜ。あれが波動か。大きな壁だな。ふん、朽ちかけてはいるが、誰も寄せつけぬ茨の壁だ。越えようとすれば時間はかかろう。ここだけの話、曹操はこうやってすごいかっこよく書かれてるけど、実は人妻好きだったという記述があるんです。やはり生きていた。しかも見事な戦ぶりであった。父が望むのであれば今より全権を開始しよう。ディナー、この戦、この軍はお前のものだ。わしに遠慮せず、今後も指揮を取るがいい。わしも殿と一緒にクアリウス大暴れしてやります。うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。マクマリ製薬の伊藤洋司。なんか聞いたことあるな。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。マクマリ製薬の伊藤洋司。いや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 、揃えろよ。ごめん。